ャブルホスです。本日もやっていきましょうか。もう今からもう怖さでしかないんだけど、もう目をそらしちゃダメって言われてるんだけど、行くしかないので行きま。こいつが動いてくるってことか。ってことは目をそらさないってことは、こいつを見ながらずっと移動して、目をそらしたら動いてんの、バレバレじゃねえかよ。バレバレじゃねえかよ、こいつ。マジかよ。なんで今ずっと見てたよ。ずっと見てたよ。で、これありがたいことに壁がスケスケだから、こいつがどう動いてるのかっていうのがわかるから、怖いけど、ちょっと面白いよね。見えてんだもん、全部。ほら。動いてる。カチ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 言いながら、ほら。で、だるまさんが転んだって知ってる？お前知らないだろ。あれだぜ、だるまさんが転んだって、鬼が、あれ、どっちが鬼って言うんだろうな。多分その、こっちが鬼なんだろうけど、見てる間、動いた瞬間見えたら、もうゲームオーバーなんだぜ。お前らがゲームオーバーじゃないから、鬼やろう。で、で、こっちめっちゃ、カッ、こう来てる。バレ。あれ、ちょっと待って。これ大丈夫？動いてない。もうちょっとこっち寄せて。動いてない。見てないけど動いてる。見てないから動いてない。オッケー。で、中に、動いてないね。よし、入った。おー、よし、ドアが。ちょっと待って、瞬間移動してる。どんどん行ってる。そこにいるし、めっちゃドア開ける。ちょっと待って、入ってくる前に、どっか隠れるとか。あ、違うな。フィース取るってことだ。ドア。で、入ってくるから、勘弁してよ。入ってきました。でもこれさ、抜けようと思ったら、もうちょっと移動させて、かーいし動いくの。で、これをまた見ながら、で、帰っていく。あれ、そんなに難しくない？これもしかして。イージー。よし、じゃあ帰っていきまし、え？ちょっと待って、二人いるぞ？増えた？え、待って。どっちも近づいてきる。え？やばい。ちょっとどっちも近づいて、横を抜けろ。あ、当たってる。ちょっと待って、ちょっと。うわ、めっちゃ来る。ガンキ待ってる。ビビったー。ああいう死に方するんですね。You are lost。死んでねえな。引きずり込まれただけか。ああ、なるほどね。ああ、こわ、ビビったー。ビビっちゃかした。あ、ここからなのね。あ、ありがとうございます。これが初めっからだと思ったりとかしたら、ほんと、ただの恐怖しかないよ。ふっと降りたい。はい、行きます。で、待って、今さ、壁抜けらんなかったんだけど、大丈夫かこれ。これもしかして、シンプルに見ながら、横抜ける。横抜けらんない。ちょっと待って、横抜けらんない。おっと、また捕まった。無理。え？抜けらんなかった。もし台所抜けていかなきゃいけないんだ。台所抜けていけば、あれでも、だから奴が動いてる時のみ、触れちゃいけなくって、あれ今横抜けようと思ったけど、普通にだって捕まってたもんね。捕まらなかったもんね。で、入ってきます。Jesus Christ!あ、なんだ、なんか、ちょっとしたそのからくりさえ分かれば、そんなに言うほど怖くないかもしれないね。もうちょっとこっち寄せといた方がいい。いや、でも、抜けれねえし。そうだね、触れても大丈夫だもんね。触れても大丈夫。だから、こいつが動いてる時に、触れちゃいけないってことだから、一旦ちょっと、バックして、ビビバックします。I will be back します。来たね。人形なんだから、もうちょっと、コンプレックスな部分を強調してもいいと思うんですけどね。まあ、そんなのはいいとして。で、こいつをどうやって動かすかな、みたいな。こいつ、動いてるね。動いてるはいいんだけど、どうしたら、どうするのがいいんだろうな。で、これ横抜けらんない。でも動いてくる。動いてこない。動いてきた。どっちも動いてる。あ、ダメだ！あ、ダメだ！うわぁ、これダメだ。むず！どうしよう。九州かどっかに泥温泉ってなかったっけ？
だと泥に含まれているミネラルかマグネシウムかの成分がこう肌に触れることによってツルツルキレイキレイピカピカになっていくっていう、なんかそんなのがあった気がするけど、違う、そんな話してるんじゃなくて、ヒューズ取ったからベッド戻りたいんだけど、ベッドじゃない、エレベーター戻りたいんだけど、今なんか台所からどうかなって思って、台所あれ閉まってない。 Jesus Christ! いらっしゃいませ。で、こいつを見ながら、でもね、こいつね、動いてるのがバレバレなんだよな。これ、どうしよっかな。どうするのが正解なんだ。動いて、あ、ちょ、どっちも動いてるのかよ。違う。これ、こっち抜けれない？こっち、あ、抜け。おー、これ、なんかもう、多分ダメな気がする。うわな、急に動くなよ、お前。マジかー。カメラの中に入っていても、FPS 的に考えたら、ミヤ人形が中に入っていない、あ、違う、ミヤ人形が視野に入っていないっていうカウントにされてしまうから、捕まったっち落ちた。マジか。ちょっと待って、本当に知らばなぞ、これどうしたらいいんだろう、Jesus Christ! ただ、やつが、その、動く、動かないっていうのは、一旦視界に入ってから、視界から消えると、あの、ダールマさんが転んだ、これ多分イカゲームよりむずいぞ。うん。イカゲームよりも難しいオチになってると思う。で、こっち見といて、お前も動くんかよ。ちょっと待って、お前も動くんかよ。これでもゴリ押ししないと多分無理なんだよね。いけるんかよ。いけたから、オッケー。で、よし。で、こっからはもう見て、2体が同じ方向に行っちゃえばね、ちょっと待って、後ろのやつが押して、あ、ちょっと、普通にドア開いてんじゃねえかよ。開いてたのか、じゃあいけたのか。しまった。これもおー、ちょっと待って、もう一体いる。おーおーおー、あぶね、目の前にいた、あぶね。あんだけ距離あったら走って逃げれるかなって思ったけど、ちょっと待ってね、3体目は聞いてないな。小豚さんが転んだみたいになってるけど、でこっちに、ちょ待って、4体目来てんじゃねえかよ。4体は来た。え、これ大丈夫？こっちからスッと抜けていって最後こう、お、これ、お、パターン、よし、ヒューズはめて、ヒューズはめて、はめして、はめはめしよう。うん。で、オッケー、これ。I want this thing work! ちょ、ヒューズはめたのに、なんで、ちょっと話が聞いて、エレベーターに言ったら、運命じゃねえのか。おー、しまった。Why are you doing this? あ、動いてる。一生が欲しいんでしょ。うん、欲しい。Do you know where it is?I've gathered some friends just for you. でも多分ろくな友達のキサリン、ルーシー、ジミーみたいなやつが出てくるんだろう。ちゃんと遊べたら教えてあげる。ちゃんと遊べたらってどういうこと？何が起こった？え、あ、エレベーターでかっ。What? え、知人だ。What's going on here? わお、マジかよ。縮んでんじゃねえか。スモールライト、もしくは逆にローズ以外がビッグライトででかくなったか。人形さん。僕のベッドルームで待ってる。よってことは、これマジか、またベッドルーム行くので、もう一個ヒューズ手に入れなきゃいけないってこと。セーブルームあるし、今度は何、かくれんぼしよう。見つからずに私のところまで来れるかな。私って誰だよ。だからはあ、どうしよっかな。このまま行く、ベッドルームまで。でも、どうせまたこれ長いんだろうな。これ、もう収録何分くらい？ 10 分超えてる？わかんないな。どうしよっかな。首吊るされてるしな。そういうことか。うわぁ。これ、もう隠れんぼっつもさ、その、ギミックっていうか、壁があるのかどうかっていうのが、ぶっちゃけわかんないんだよね。こう、そうそう、今、床がなく、何もなくなったから、ようになってるけど。か、じゃあごめんなさい、ちょっと長いか短いか分かんないパートなんですけど、ちょっとかくれんぼは次回パートに回したいと思います。短かったらごめんなさい。ということで、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援していただけると嬉しいです。いったコーナーあたりでセーブして切りたいと思います。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。修羅場くぐり抜けたと思う、かくれんぼなんか。